ふとし村は、千葉県安房郡に、かつて存在した村。1889年、町村制の施行に伴い設置され、昭和の大合併に伴い廃止された。現在の鴨川市の南部に位置している。2017年現在の鴨川市南部にあり、地域を4つに区分した、西の江美地区の一部に位置づけられている。鴨川地域を、 町村制施行当時の町村によって12地区に区分する場合は、ふとし地区とされ、現在の大技では、ふと太市ふとし天面、海みた湯先、えみ吉浦、西山、ふとし西が含まれる。東南に太平洋に面しており、沿岸部には、浜波ふとし、天面、太ゆ先といった漁村が展開する。また、変化に富む海岸線は、 継承地としても知られる。特に波太海岸には、浅井正、石川虎寺、早急一年、中川八郎ら多くの洋画家が訪れて、風景画を描き、西のなきりに、東の波太市と呼ばれた。にえもん島は、旧太見村駅にある。1926年の時点では、北は、峰岡山脈にあたって、鴨川町、ソロ村と接し、 西に、江見村と接していた。村は旧村に従い岡名部と、浜並太市、天面、太夫崎、吉浦、西山の六区に分けられていた。安房郡域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西岬村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、 平十21、ぎは原村、のちなこ町、22、船形村、23、八塚村、24、富浦村、25、岩井村、26、勝山村、27、安田村、28、佐久間村、29、へぐり村、30、滝田村、31、国府村、朝日比郡四41、白浜村、42、七浦村、43、朝日村、のちく倉町、44、県田村、 45、千歳村46、豊田村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐郡、61、太見村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村。 65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大々、巨南町安房国には、石橋山の戦いに敗れて落ち延びた、源頼朝にまつわる伝承地が点在するが、 に重門島や太夫先もそうした伝承地である。に重門島には頼朝が潜んだという洞窟があり、太夫先からは頼朝の常用となった名馬、太夫黒を産したという。太夫先には名馬川という川が流れる。近代の太海村は6つの旧村を合わせて長佐郡に設置された村であるが、その南部に家村はもともと朝比奈郡に属していた。 江戸時代後期には、長佐郡川4カ村は、上佐国勝浦藩大岡家の領地、朝日名郡川2カ村は、大官僚や旗本領として変遷した。幕末期には、岩月藩により、浜並太市や天面に、台場が設けられている。明治初年、長佐郡川は、花房藩領、朝日名郡川は、長尾藩領となった。1878年。 千葉県に軍区町村編成法が施行されると、天面村、西山村の連合、岡名太村、浜波美太村の連合、朝日奈郡、吉浦村、という先村の連合が成立。1884年に、古町役場の管轄変更が行われた際、天面村、西山村、岡名太村、浜波美太村が一つの連合となり、朝日奈郡側の吉浦村、 太夫崎村は、西恵美村など、朝日奈軍側の村々と連合した。1889年、町村制の施行により、長佐軍天面村、西山村、岡名太村、浜南太志村、及び、朝日奈軍、吉浦村、太夫崎村が合併し、長京、氷太子海村が発足。軍会変更を伴う合併が行われた理由について、 町村文豪資料では、吉浦村、太夫崎村が、上がり江村、西江村と山を挟んで隔たっている点や、太夫崎村と天面村では、それぞれの村に属する人家が隣接している点、太夫、崎村、天面村、西山村の境界が錯綜している点が挙げられている。ふとしかいという存命は、合併に際して新たに選ばれたものである。 町村文豪資料によれば、太平海に面した村であることと、解散のトヨタを願うことから名付けられた。1924年7月15日、北条線、恵美駅太市海駅間の延伸開業に伴い、太海駅が開業した。1955年、恵美町、ソロ村と合併し、新設された恵美町の一部となった。これにより、かつて、 腰軍合併を行った吉浦、太夫先は再び、恵美と同じ自治体に属することとなった。その後、この地域は1971年に、鴨川市の一部となった。1888年に記された、町村文豪資料によれば、住民は概ね漁業と農業で生計を立てていたと、ある。1926年の安房軍史によれば、 村民の主なる生業は、水産業で、農業がこれに次ぐとされ、漁業は、本村の生命なりというべしとある。江戸時代末期、暴走地域では、アワビの潜水漁が、盛んに行われていた。浜南太し村では、近隣の村民が素潜りでアワビ漁を行うのみならず、遠く、伊豆国下茂郡からも、潜水漁師を雇用していた記録がある。 木造の太海駅舎祈願が連続する太海海岸。多くの文人木閣に画材を提供した。石川虎二と中川八郎を止めた江沢館当時は造船所を経営していた民家であった。二人の画家との出会いがきっかけで、旅館業に展示後には、安井宗太郎、杉義春、早急一年も宿泊した。波太海岸は多くの洋画家が訪れて、 風景画を描いたことで知られる。写生旅行を繰り返した、浅井氏が1888年に、鉛筆スケッチ、ボース太志村を描いたのが、写生地として波太海岸が知られる契機となった。2017年時点でも、太海で旅館を営む江沢館は、もともと船大工を営んでいたが、明治末期から画家を宿泊させるようになり、1913年に、 旅館に転業した。暴走で鉄道が開通し、交通の利便性が増したことや、浅いの流れを組む太平洋画界が、射生地として選んだことも、射生地としての確立に貢献した。当地で描かれた作品には、以下のようなものがある。ありがとうございます。